こんばんばは、サチモスのボーカルヨンスですドラムの OK です DJ の KC です、えー、サウンドクリエイターズファイルこの番組はさまざまな世代のサウンドクリエイターが登場作品にまつわる秘話や影響を受けた音楽をこだわりの選曲を交えながら紹介するプログラムです今回から4回にわたってサチモスが担当しますよろしくお願いしますお願いします,すはいあのー、サチモスはい現在何日中ですか F.C.L.S.T.O.A.、はいね、7月に出しました、えー、ファーストチョイスラストスタンスという、えー、新しく設立したレーベルからの最初の作品の。 ツアを、えーを行っております、えー、この放送日の時点では、えー、東京・豊洲ピットでのファイナル公演を残すのみとなっておりますのでちょっとねお聞きの皆さんで、うん、ライブいきなり来たいっていう方はちょっともう今回のツアーは来れないんですが、えー、次のね、えー、ツアーなんかのタイミングでぜひぜひ遊びに来てくれたらなと思いますが、はいね、ツアーいい感じですねツアーいい感じですな楽しいですよというわけでさあ来ますがお送りする「サウンドクリエイターズファイル」では毎回60年代70年代 80年代、90年代のカルチャーを掘り下げて、サチモスにどのような影響を与えたのか、というところをね、えー、メンバー自らで、えー、話していきたいなと思います。えー、初回の今回は60年代、えー、私、ボーカル4スとドラムス OK、DJKC の3名でお送りいたします。これから10時半までサチモスにお付き合いください。まずは1曲聴いていただきましょう。サチモスで、ワイパー はい。お聴きいただいた曲は、サチモスで、ワイパーでした。えー、11月のサウンドクリエイターズワイルワサチモスがお送りします。まあ、この番組お聴きの方で、初めましての方もね、うんうん、結構、ギョーさん。ギ、うん、さん。さんいらっしゃるんちゃうかなと。ぎょうさんおるな。サーチやから。ぎょうさんおるやろ、うん。思いますので、えー、まずはサチモスの紹介をしたいなと思います。あのー、まあ、サーチモスというバンドはですね、どんなバンドなんですかあなたにとってサチモスとは何ですかあ, <laughs> あたし <私>あなた、あなた、あなた、どんなバンドなの <laughs> いや、大変だったわよ。<laughs> 何がよ、<laughs> 何が大変だったのすごい活愛だよ、それ <laughs>。<laughs> <laughs> まあね、大変だったんだよね、うん、みんなね。う、まあ、だつの上がらない日々を過ごしていたフリーターたち。うん <laughs> <laughs> なんかね4拍子に合わせてみんなで踊ってたらこんな感じになるしたいう感じですけどだかもう本当にね仲間たちでしたもともとそもそもがバンドという形を取る前からねキエシとオーケーのこの兄弟の家に夜な夜な集まり音楽好きやからそもそもみんなだからこうどんなん聴いてんのっていうのを毎夜毎夜やってるうちにバンドをやろうよっていうダンシングオールナイトやなダンシングオールナイトを オールナイトし続けた。し続けた結果こうなったって話ですよ。このようにね、今 NHK の電波をお借りしておしゃべりしてるというわけですけども。あのー、だから、本当遊んでるうちにっていうところが強いんだよね。あの、音楽だけじゃなくてこう一緒に映画を見たり、古着屋さん行ったり、温泉に行ってみたりそういうようなことをして信仰を深めて、本当にファミリーと呼べるぐらいの存在にみんながなって、

ルイ・アームストロングの愛称であるサッチモから拝借してサッチモンスというバンド名になったんですけどね。あの、ちょうど今回この60年代に迫るということで、実はあの、60年代はそのロックとかヒッピーカルチャーとかね、そういうものにやっぱフォーカス行きがちですけど、そのジャズの側面。そうだね。ジャズ、ブルースからソウルみたいなね、流れもあるよね。もうちょっとやっぱ見逃せない部分があるので、まあその辺もね、触れていけたらなというふうに思いますが、 はい<な>、はいえー。というわけで、現在、全国ツアー中、えー、ツアーファーストチョイスラストスタンス8会場11公演ということでね、うん、あの、もう、あと本当に東京を残すのコスプレオオモク最初は札幌からだっけ札幌から。うん 広島福岡福岡仙台名古屋大阪大阪東京東京東京やっぱツアーに尽きるなツアーに尽きるバンドはツアーに尽きるなツアーに救われてますあのねまあ俺らだけじゃなくて照明とかねそういうのもそうなんですよがっつりね仕上がった状態で見れるからねやっぱりバンド6人と言わずね音響をやってくれているチーム楽器のこういろんな セッティングだったり、うん、メンテナンスをしてくれるチームー演出ライティングとかをしてくれるチームそごいうのがすごいんだからクリエイターたちが集まって一つのステージが生まれているという話なんですけど、うん、ならねあの楽しいんですよねすそれをこう証明できるというかね <laughs> 自分たちのチームのポテンシャルを その最新のアウトプットがやっぱりツアーでありライブだと思うので、うん、あの、まあ、今回のツアーはちょっと残念ですが、まあ、次のツアーなんかでね、ぜひ皆さん遊びに来てくれたらなと思います。はい,はい、はい。はい、はい。じゃあ続いて、えー、聞いてもらうナンバーですが、本当に、ね、よくやってる曲ですね。ライブのね、鉄板チューンと言っ、はい、でも言いましょうか。これあの、僕と DJ のケイシーが新潟に教習合宿にね、うん、行ってる時に生まれた曲。た曲で,で、新潟は、 関係あるようでないようで、まあ、うん、あるのかな。うん、あの土地の空気がこう生んでくれたとも言えるしね。うん、大事な気持ち、大事な仲間とかを思う気持ちの、ね、ナンバーです。さあ、ちもう素でミント。うん はい。聴いていただいた曲はサチモスでミントでした。うん、えー、サチモスのサウンドクリエイターズファイルでは、60年代、70年代、80年代、90年代の、えー、カルチャーについて話していきますということなんですが、はい、今夜は1回目ということで、まず60年代、はい、俺らが生まれるずっと前ですわ、うんうん、のことについて話すんですけど、うんねはい、はいはいはい。ヨンスく、うん。 どんな感じですか60年代に対するありますなんかこう激烈な時代みたい激烈です全てが変わっていく様子をさリアルタイムで多分当時の人たちは実感してた時代だったんだなっていう気がするしもうまあ映画の中の世界って感じだよね俺らからしたらホンに人類が決定的な一歩踏み出したし 年というか宇宙を目指したりとかなうちのスタッフの人でも実際ね60年代から生きておられていろねそういう子供の頃の思い出話のように語ってくれる人もカルチャーマンカルチャーマンがいるんですけどまあすごいですよ聞いてるだけで今ちょっとまかり通ってないようなことがさ当時の価値観的に測れない尺度で測れないようなことが多すぎて60年代は だからこう、いいも悪いもある意味なくて、なんかそれをこう、肌身に触れて、本当その人自身がどう思っていたかっていう時代が60年代。まあね、だからこう、憧れてしまうっていう部分がすごいあるんですけど、文明がまた発達していく中で、このヒッピー文化ですね。これは抜けないね。あれなんですあと、まあ僕たちも大好きなんですけど、あとフェスの誕生。はい。これは、 すんごいんだから。はい。うん。ウッディね、ウッディ。ウッドストック。ウッドストック。ウッドストック。はい。フェスがありまして。で、まあ、そのフェスはなぜ行われたのかというのは、もう当時のアメリカで,、うん、でまあヒッピーのカルチャーも、と、うん、まあすべてのカルチャーにやっぱ紐づいてくるのは、このベトナム戦争ですよね。そうですよね。これは、うん、ね当時のミュージシャンたちは、 この大きな悲しみへの、その強烈な脳を突きつけたのが、ロックンロールであり、ヒッピーたちであり、そのような映画とか、そういうものだったんだろうなっていうふうに思うんですよ。はいはい。まあ、そうですね。まあ、こういう、まあ、こういう感じで、まあ、大まかにね、60年代が本日は触れていこうかなって感じですね。まあ、これをちょっと、箇所箇所で、つまんでいって、おのおのの、まあ、価値観で話させていただきますが、えとりあえず、まあ、とりあえず、一曲かけっか。 えーとじゃあ今回はヨンス君の選曲です、はい、いきましょうじゃあえっ、ー、とまあそのロックンロールだけ、まあ、ザですよザ<だ>けをやってきてる50年の長きにわたり続けてきているバンドのうんその <laughs> ロックンロールなナンバーですよじゃあ、はい、まあ聴いてもらいましょうザ・ロ、えーリング・ストーンズストリート・ファイティング・マン 僕はザ・ローリング・ストーンズでストリート・ファイティング・メンでした。はい、はいうん。もうね、こう、ストーンズっていうバンドはですね、もともと50年代の R&B とか、本当にルーツのブルース、うん、から、こう、白人によって作り上げられた、もともとはリズムブルースバンドですが、はいはい、すまあ、後にロックンロールという言葉がついてきたっていう感じなんですかね。うんうん、まあ、そうですね、ロックンロールの以前には、 こうね、ロバート・ジョンソンやマディ・ウォーターズなどそういう,う、ね、まあもう本当に音楽のコアな部分というかそういう土壌があった上でそれを消化した若者たちがまあ新たな自分たちのこれが音楽だぜっつってやってきたでそれの代表バンドがまあ今の聴いていただいた「ローリング・ストーンズ」っていうかねすげえよなこのバンドがだって。 やってんだからイギリスのバンドだしねあのそもそも多分ロックンロールっていうのはチャックベリーあたりでしょチェスレコードから出てきたチャックベリーという男がブルースをより軽快にしかも黒人が白人を踊らせ始めたっていうところでチャックベリーがロックンロールのある意味最初の代名詞として世に出てきてあのキース・リチャーズが特に。 尊敬してミスペシャル人物ですけど、それをさ、舶来品としてアメリカから届いたレコードを、60年代親しんで聞いていた若者たち、うん、今回は一応、まあ、今、ローリング・ストーンズがイギリスだったということもあって、うん、イギリスの、ねうん、60年代がどういう感じだったのかっていうのを、と中心に話していこうかなと思ってるんですけど、はい、まあす、すごいよ、60年代のイギリス、まあ、どこもすご,、ね、すごいんだろうね、ね<ー>すごかったんだろうね、本当に。 まあローリング・ストーンズがまず最初に結成されてその後六62年からビートルズっていうね知らない人は多分いないと思うんですけどストーンズはもうかなりルーズに忠実なバンドだったので初期はもうほぼほぼ大半がカバーっていう感じだったんですけどカバーをするのが当たり前の時代でもあるっていうかね自分たち曲を作らない時代が60年代初頭までのしきたりというかお抱えの ソングライターとかが曲を書いてという形だったのが、それが要は50年代までの価値観。で、こう、単純に潤ってて、豪華絢爛な時代だったのが50年代で、で、だんだん戦争とかが始まって、政情が不安定になって、暮らしも穏やかじゃなくなって、それに対する反発で全て自分たちで作り上げていかないといけないんだっていう、いや、だってさ、 すごいよ。だって生まれたその時からさ、なんか世の中が混沌としててさ、なんでこのフリーダムなはずな俺らがこういうね、社会的なね、親の言うことだったり、政府の言うことだったりに従わなきゃいけねえんだみたいな、こう、思いみたいなのが多分あって、そういう反骨心が爆発した部分もあると思うんですけど。パワーがあったと思うね。そうだね。まあ、とりあえず先に、その、 カルチャーができるにあたってすごい大きな存在としてまあヒッピー文化というのがはいはいはいあるんですね物質社会への反発をしていた人たちですよね元々がだからこう多くのものを持たないで車とかでひたすらこのアメリカの広い国土とかを移動したりしながら暮らしている人たちで50年代的なフォーマルなファッションとかっていうものを捨て去って 髪をぼうに伸ばし、はい、髭もぼもぼうに伸ばし、うん、音楽に親しんでね、いろんなこう、はい、それまでなかった音楽に親しんで、自らこう音楽を作り出したりしていたヒッピーたちのもとに、うん、そのイギリスから、うん、そういうのにもう本当にタイミングが良かったとしか言いようがないんだけど、はい、ストーンズとか、はい、ビートルズみたいな、うんうん、その反発を、うんうん、レベルな精神を歌ったり、 要はおなサウンドだだったわけよね当時は親からしたら聞くに堪えないあんたこんなこんなもの何がいいんだみたいなものがアメリカのヒッピーたちにも思いっきり刺さって一つのムーブメントになっていったっていうことだと思うんですけどまあそうですねだからそのラブピースっていうのもまさしくですよヒッピーの人たちは本当平和と愛をねあとネイチャーとそうだねを掲げてで その芸術こそ,その自由の象徴であると、うん、言ってねうん、うん、すごいまあ魅力的ですよそのファッションにしたって自分は自分でいていいでしょっていう主張をして、うん、ある意味こう真似をするとかしないとかっていう領域じゃないだろうしあとはその今までこう生き方とかをさ 方向づける何かが、おっきい何かがずっとあったのが、この60年代ぐらいから、もっと個人的なものでいいというか、自分の決め事の中で生きていくっていうことが尊重されるようになってきた。その先駆けがやっぱヒッピーなんじゃないかな。だってそのね、イギリスとかでもさ、ヒッピーって多分サンフランシスコがあるんですよ。だと思うんだけど、そこで起こるこう、 あのよく60年代とかにあるサイケデリックなポスターとかそれを生み出したのもヒッピーたちがこう街中でシルクスクリーンで巻き出してでそれがこうどんどん広がってボブ・ディランからビートルズに伝わってポール・マッカートニーがサンフランシスコを視察に来る遊びに来るみたいなことがあったりこうなんかその,その当時のアメリカのこうヒッピーサンフランシスコの若者のムーブメントっていうのが世界をこう初めてこう声が届いたそうだね,うだね、うん、すごいよなだからその。 ね、全体として、うん、こう同じような価値観を持った若者やら、うん、何やらがこうそんだけの人数に膨れ上がったっていうね、うん、今じゃなかなかむね、うん、そんな一つのこう思想に向かってみんながこう向かっていくっていう感じってないから本当だって若者がこれって正しいよなって言ってたのがこう国をひっくり返しちゃうみたいなことが起こったわけだからねあいつらはこうなんて言うんだろう 権そういうふうな絵の脅威として捉えられてた部分もあるからねすげえリスペしてる部分が俺らはあるよねヒッピーっていうマイいよね。今だからこそこうすごい大切なことがこう思いっていうかこうあるよねそこにあのヒッピーとか彼らは割と 地球目線なんでね。そうだね。まあそうですね。地球目線で物を見てるからね。植物も動物も人間もみたいなね。全員マイメンやから。マイメンやから。そうだね。だからそういうのも含めてあったっていうのはあるんですけど。で当時そっからのこうアメリカじゃあはたまたニューヨーク。ああそうですね。あの東海岸はどうだったのかっていう。 もちろんそのヒッピーっていう文化がもちろんあるんだけど、うん、それに対して霊症的なこう見方をしてる人たちももちろんいて、うん、で、それは特にニューヨークの都市部の人たちなんかは、何を裸で街を出歩いてみたいな人たちももちろんね、うん、いたと、いたんですよ。で、それ、まあね、後に紹介するんですけど、はい、特に、まあ、ベルベットアンダーグラウンドとかね、まあ、そんな商業的にはこう、うん、バーンと出ずに、うん、でも、 みんな彼らの真似をしていたっていう時代があったりとか、ね、まあ彼らなんかはこうおちゃらけたファッションとかに対してちょっとこうそれはなんかなんかねみたいな意見をちゃんと言っててみたいなね。うんうんうん そう、感じが。ま、あの、ポップアートだよね。ポップアート、ニューヨーク。そうね。アンディ・ウォーホル。アンディ・ウォーホル。バスキアーとか。バスキアで、ま、そのベルベットアンダーグラウンドのジャケットですっげー有名なのバナナのね。絶対みんな見たことある。うもう100%見たことある。あのジャケットなんかを手掛けた、そのアンディ・ウォーホルという人物が、ま、てかま、ベルベットの仕掛け人がアンディ・ウォーホルよね。そうだね。そ結局、そうだね。あの人がいなくなってまたダメになっちゃったんだけど。アルバムに、 売れそうだからっていうので女性ボーカルを招いたりとかね, <laughs>、うん、ねモデルの2個という女性をでなんかそういう西と東の関係地とか、うん、まあねでもその細かく言ったら今でもそういうのあるからね、うん、それのね、うん、時系列があるよねっていうところも含めてまあそのニューヨークでこう勃発していた、うん、サイケデリックなカルチャーっていうのもやっぱりあって、うんうん、じゃここで曲いっちゃいましょうか UK ではロックンロール白人が生み出したブルースロックンロールとかそういうものが爆発的な流行を得てアメリカを席巻し始めている中で逆に全ての俺は思うんだけどアメリカの全ての女性シンガーの母といい存在だと思うんですよ。 で、しかもこう、このナチュラルウーマンはキャロル・キングですよね、うん、これ。が、えー、手がけたナンバーを、まあ、黒人歌手であるアレサ・フランクリンが歌っているっていうところも、うん、その時代の変わり目というか、なんかどんどんこう、その、もちろん公民権運動とかがあった時代なので、ねだって、うん どん,どんだから本当に物事が変わりまくり変わりまくっててここもう俺らも話しきれないんですけど、うん、ものすごいアパルトヘイトだったらし <laughs> ひどい時代ですよ,すよ本当に今じゃ俺たちはもう全く想像もつかない俺らはね、うん、本当に分かんないけどね、うんうん、遠い海の大昔の出来事だからね今の世の中の始まりみたいな感じな気がするよね、うんうんでまあ、そんな時時代代激動の時代に、まあ ある意味一人の女性の純真を歌っているナンバーが、しっかりと評価されたっていう言葉、なんかこう人間ってやっぱ、やっぱこう人間を諦めずにいられる部分とでも言いましょうかね。うん。うん、すごくやっぱグッとくるナンバーが多い中でも、この曲はすごくいいなと僕は思っています。えー、じゃあ聴いてもらいましょう。えー、アレサ・フランクリンで、あ、ナチュラルーマン。 聴いていただいた曲はアレサ・フランクリンで「ア・ナチュラル・ウーマン」でしたはいもう最高ですねうん次はじゃあ何について触れていこうかなっていうところですけどうん60年代の、はい、洋楽ヒット曲っていう資料がありますけどはいはいはい、はい、まあやっぱ基本的にはビートルズがすごいですね、はい、うん,うんすごいですよだって一時期はねもうその チャートの1位から5位まで全部ビートルズみたいな時もありつつぶちかましてんだねマジでプレスリーもちろんクイーン・シー・ジョーンソウル・ボッサであとベイキングもうちょい後ろになるとベンチャーズとかビーチボーイズやっぱこうアメリカを象徴するというかね割とあのなんつうのかなアメリカの土着の ね、ルーツの音楽のカントリーだったりうん、うん、サーフまさしく西海岸西海岸そういういろんなであそ,それこそもう内陸の何もないところからの,<あ>のこう土着的なブルーグラスとかそういう音楽がやっぱ50年代から脈々とつ続いてきたきてたものが基本的にはやっぱチャートの中にいるんですがしかもこう,う、ね、あのチャックベリーがねポップチャートに出てきたっていうところから、うんはいはい 結局、ね、更新の黒人ミュージシャンたちも、こういうところに、こちらほらと顔を出すようになってきてっていう中で、ビートルズがもう、ドカーンと。うん、そうだね。だから、要は、コアに、その一つ、うん、まあ一つとは言わないけど、うん、ある種の音楽性みたいなものを、こう、うん、まあ、エルビス、プレスリー以前のミュージシャンたちが、こう、うん、まあ、チャックベリーもそうだけど、そう、ね、そうこう、いろいろなプレイヤーがこう、極めてる中で、それをまあ、こう、なんて言うんだろう、すべて、こう、 うまくね、うん、こう自分たちなりのフィルターを通してこう消化してポップにできたというのかな。そう思、ね、う。ポップス、まあそれぞれの考え方あるけど、うん、ポップスが生まれたのが60年代だとは思うねあ<ー>、うん。そのオリジナルを作ってっていう意味でも。そうだね 俺が思うにポップスの主導権がバンドに移ったっていうか、うん、今までそのソロシンガーがいて、うん、そのために曲が作られていたのが、うん、自前で曲が作れて、うん、自前でサウンドも作れて、うん、要は自前でできるからこそ、どん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 時代を置いていくように、うん、時代を先取りするようなサウンドメイクをできるようになったのが60年代。うん、それはきっとこう、うね、楽器がみんな持って、 出るようになったまあ、そういうのもある。手頃に機材が手に入るとかっていうところからも来てるのかなって気がするんですけど。楽器自体もそうだもんね。プレベができたのが6 2年ぐレキギターとかはまだ10年ぐらいだから、この時点でな。ってもね。確かに。そういう意味で、やっぱビートルズはもう、出てくるべくして出てきたんうだよね。タイミング的にも。出てくるべくしてだね、本当に。他の誰かがビートルズ的な存在になってたかもしれない。 だって、あのバンドもね、まあよく出ま、出会いましたっていう感じのバンドだからね。そうだね。に。ローカルだしね。クオリーメンっていうね、ジョン・レノンがやってた全身バンドがあって、それにポールが見に来てて、感銘を受けて。学祭バンドやからね。学祭バンド。やから。リーゼントやから。始まりはね、スペシャルなことなんてね。で、まあ、リンゴスター。ええ。 そういうい人たちがね、うんまあ、会ってメンバー変わったりとかしつつ、うん、でこれが俺らのサウンドだということに気づき、うん、62年にやっとデビューとねそうそうでまあそのファッション的にはさそうですねそのスリムなスーツモッツスーツの全身になるのかな一応、ね、<超>ビートルフスーツですよ、うん、でもう、ね、いわゆるチェルシーブーツビートルブーツとも呼われてますけどに身を包み マッシュルームカット。当時は、だってみんなパリッとしてた時代全員、ポマードでもパリッとして、仕立てのいい、ザ・ブランデーツとかを着てとかさ、そういう時代に、もう本当に、やぼったいというか。ねそういう感じだったんかね。でもそれがこう、多分女の子的にはもう超プリティーみたいな。プリティーだあの4人のイギリスの男の子たち超プリティーってなって、もうアメリカでも爆発的に人気が出たっていう。サウンド 的にやっぱこう、4人でしかできないことっていうかね、うん、4人だからできてたことみたいなことをやっぱりビートルズはやっているから、うん、なんかバンドとしてのきょ、うん、バンドの教科書だない,うう、うん、いやもう本当にバンドはビートルズっていう感じが俺もあるなで、で、あり、その、そういうルックス的な部分。うん、で、それから結局みんな影響を受けて髪を伸ばしたりとか、そのいろんな そのファッション的な意味でのブムーブメントもやっぱりビートルズは関与してるので、うん、まあねローリング・ストーンズも同時期にやっぱりあのボ、はい、サボサのルックスに <laughs>、ねね、こう当時的には多分かっちりしてない服最初はスーツ着てたらしいんだけど、ね、もう俺ら普通に好きな格好がいいみたいなのでストーンズはあのあの感じになってったみたいなんですけど。はいはい なんかそういう、そのトレンドセッター的な役割をバンドがしていたわけですよ。うん、要は、ロックスターたちが。いやー、あれはかっけえ。うん、かっけえな。で、結局それはアメリカもやっぱり同期していて、うん、その、まあ、ボブ・ディランだったりとか、そういう時代を風刺する人たちっていうのは、うんうん 人たちの思想とかメッセージに共感した若者たちがやっぱり髪を伸ばして既得権益とか,、うん、なんかいろんなこう今までの概念に対して反抗していた時代、はいうん、60年代だからね、うん、そうですねそれで60年代バーっときて、はい、もうね676869ぐらいになってくるとね、うん すごいですよ。そこから、80年代までの道筋が、さーっと開かれますから、ここでそう。すごいね。69年はちょっとすごいな、これ。69年はもう、これは。示唆しているようにしか見えないな。<laughs> うん、<laughs> いや、もう、今はね、結果論ですけど、はい、考えてみれば、うん、もう、出来上がっていたというか、うん、この人たちによって、もう、ある程度のところまで道は開拓されてしまっていたっていう、ね、そうだね。これはすごいね。 分かっちゃうんですけど、はい、ま,あまずねこうジミー・ヘンドリックス、はいうん、パープル・ヘイズこれはだってもうビートルズもね、うん、そこら辺のスーパースターたちみんな出てきた時ビビったらしいですからね、うんうん、廃業を考えた人とかがいたんだよ、ね、多ん、まあ、彼のねィレクターによってジ,、ねうん、ジャクソン5がもう入ってきてるってところで,こうで「シナトラもいいで」みたいなすごいこう。 30年代から続くこう流れと新たな息吹みたいな69年に入ってすごいなんかやっぱねこう例えばフランク・シナトラなんてやっぱジャズ、はい、まあねああいう色っぽいそうだね,、うん、ねこうジャズがまだこう世の中的にこう一番かっこいい音楽だったというかそうだねあのーうん、いろんな人がたしなんでたものでそのロックと違って。こう男前の象徴 うんうんうん、その男前の後ろでかかってる音楽はこういうジャズだったりとかっていうのがまだあった時代っていうか、うん、あったっていうか今ももちろんあるんだけども、ね、でもなんかそういうのが強かった時代でもあります、ね、それがこうメインストリームだった時代、ねうん、まあ多分こうジャズの時期は本当にこう音楽が誰でもできる時代じゃなかったっていうのは相当あるよね <laughs> <ん>楽器もそんなに誰でも持てるもんじゃなかったし、うん、で専門家がいるからジャズあ<ー>でそれを打破したのがロックって感じで<ー> それは言えてるなに。そうだね。そこと、そこにこう、ちょっと、やんやんやんやうるさい連中が出始めてきて、で、さらに言うと、その黒人ポップスグループの存在が、まあ、こう、を表してきてるっていう、その、もう一ラインがあってね。JB なんかも余裕で出てきてますね。余裕で出てきます。ここう言っちゃうともう、オーティス、カーティスメイフィールドとから辺がもう、 ちょっとね。いろんなその黒人を解放するためのコミュニケーションとかとこう、紐づいてこう、ぶちかましい。ぶちかましまくってた時代ですからね。いやっとね。広いよ。世界ひれーって感じですね。今度6 0年だよ、もう。ビートルズがいて、ストーンズがいて、各地でね、西海岸だと思う、デッドとか、ジェファーソンとか。そう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 。でもニューヨークので、ボブ・ディランも肩がいて、ピル・エヴァンスなんか、マイルス・デイビスなんか、ジャズがやばくて、 もう。すんごいよ。すごい。忙しい。忙しいで。忙しい時代やで。じゃあ、一曲、まあ、これはね、ちょっと、なかなか、あの、まあ、60年代といえば、サイケデリックという言葉がなかなか、ね、日本にもサイケ族という人たちが、こう、新宿なんかにたべしてたっていう話を聞くんですけど、えー、で、まあ、ヒッピーに対しての考えを、割とこう、批判的に見てたバンドで、でも当時のアンダーグラウンドシーンでは、はい もう絶大な市場、受けていたバンドです。うん、では、ベルベットアンダーグラウンドで、ビーナスインファーズ。うん、聴いていただいた曲は、ベルベットアンダーグラウンドで、ビーナスインファーズという曲でした。はい、はい、えっとね。まあ、なかなか普段聞かない人。 もういい曲調なんじゃないかなと思うんですけどこの曲がね後にピンク・フロイドであったりとかもうちょっと飛ぶとデイビッド・ボーイだったりとかさらにいくとセックス・ピストルだったりとかに影響を与えているとまあもうラインもまたねかかり尽くせないっていう問題がある。闇ですよ光と闇のバランスですなノイズまあドローンみたいなねものに。 入れることとに凝ってたりだかなかなかこう鍵盤とかの実音の「ド」とか「レ」とかではね説明がつかない音とかに関してもこだわりを持ってた人たちがこんな昔にいたんですねガチオタだねガチオタガチオタですわガチオタだねでまあ今までざっと本当ざっとですけど60年代カルチャーについてこういう感じだったよっていうのを簡単にね俺らが話したんですけど まあ逆に、じゃあ、その60年代カルチャーを知って、俺らはどうなんじゃいということで。まあ、どうなんじゃいどうなんじゃいどうなんじゃいまあ、あのー、本当に、俺らの楽曲そのものっていうのはね、こう、一個、ワンモチーフじゃないことが多いというか、うんうん。そうか、ねうん。まあそう、ね、いろんな年代のいろんなジャンルの音楽の、を一個に、うんうん、一個の曲にぶち込むみたいな。<laughs> 贅沢だよ、ね、ぶち込む。<laughs> すげえ最強の鍋。 を一曲一曲で作ってるって感じなんで。まあね、直接的に、こう、がっつりね。いろんな、これですっていうふうにはなかなか言えないけどね。まあでもなんか、絶対に、こう、血肉として混じってる部分は、やっぱね、ありますよ。で、やっぱり、これはどの時代の、60年代以降の多分、ほぼ全ての音楽が、結局60年代ら辺に生まれたものの、その、の発明の恩恵 っていうか、その、餌を食って、結局作ってるから、みんな60年代フレーバーみたいな絶対に出ちゃうんですよ <laughs>。いや、そのトンネルを通ってるんですよね。通らなきゃいけないんですよ。そで、そのトンネルを無視すると、割と大体ひどいことになる。そうなんですよ、ね。単純に、単純かっこいい曲があんまない。うん、そういうのを経過してないと。まあまあ、その、うん、作れない。かっこいい曲。不思議だよね。やっぱり、音楽って自由だけどね。うんうん、やっぱりそういう風に。 まあね、代々作られてきた形がやっぱいますから、俺らが。やっぱね、本当リスペクトファーストだと思うんですよね。リスペクトファースト。それにつきますね、そのパクリっていう言い方ももちろん全然できるし、いろんな言い方があるんですけど、でもパクリじゃないものってじゃあ一体ど、何、何なんだっていう。いや、もうだってね、話だし、まあ子供が自分のおじいちゃんに、こういろんなことを聞いて、そういうね、 情報をもとに、こう、たくましく、本当は本当生きていくような感じで、まあ音楽も、こう、代々受け継がれてますよ。だって、でも言ってもまだね、5 0年くらいしか経ってないんだから、ね、恐ろしくない かけ足すぎる。かけ足すぎるぞ、結構、ポップ寿司。ポップ寿司ってか、ちょっと音楽に関しては、やばいギークが本当に多いなって思いますね、自分でもやりながら。各年代にちらほらいる、そのガチギークたちが、もう半端じゃないものを作っちゃうから、もう俺たちは、俺たちはっていうか、もうその音楽をそもそもやるって志してる人は、大体もうその辺をタッチして、 吸収するっていうのを絶対にやらなきゃいけないことだと思うんですよね。じゃないとね、本当の意味での自分を知ることは絶対できないわけだから。だから、本当に先人を訪ねてるだけですよ。ある意味ね。俺たちが音楽を作る上でやっていること。まあ、本当にリスペクトですね。リスペクト。影響を受けてたら、特にでも初期の曲、初期の曲なんかは、 その、いわゆる、ネオソウルですかはいはいはい。90年代に生まれた。ネオソウルという、一個のムーブメントの、さらにルーツである。その60年代らへんのソウル。はい。こういったもの、ところらへんを参照できる音楽を、その、作っていた時期なで、サチモスは。そうですね。だから、この、ファーストアルバムのザ・ベイとかに入ってるナンバーは、結構そういう、 普通に聴くこともできる。そうだね。まあ割とこう、60年代マナーといいますか。こう演奏とかに関しても。なんかこう、あんまりね、飾りつ、飾らずというか。あの、大幅にダイナミックさを追求しない。そう、無駄なね。作りをしていたと思う。誇張はせず、ルーツに準備な感じ。そうだね。で、まあ作ってたような気もするね。 まあ、その中でも、うん、とりわけ、こう、そういうフレーバーが色濃く出ているのかなっていう曲がありますから、じゃあ早速、ね、このナンバー聴いてもらいましょうか。はい。じゃあ、か、はいきくん曲紹介。はい、それじゃあ、サチモスで Get Lady。 いただいた曲はサチモスでゲットライディでした最高にかっこいい最高にかっこいいでかっこいいな11月のサウンドクリエイターズファイルはサチモスが担当しています <laughs> 改めましてサチモスのボーカル4つですはい僕が4つです <laughs>、はい、とドラムの ok です dj のケイシーですはい、えー、ここからはですね、えー、メンバーそれぞれの、えー、話をしていきたいなと思いますあのーうん、まあ60年代の話の総括先しちゃうと、うん、あのー。 今あるすべほぼすべてのものにいっぱい影響を与えるものが生まれたのが60年代です。いいいだから、こう、今、あなたが聞いたサチもその曲もしかり。うん、そしてこの、なんか、例えばだけど、うん、あの、今あなたが最近見たいなって思ってるあの映画も、結局60年代ら辺の先人が気づいた、こう、いろんなこう、ものの、あの、影響下にある映画である確率が非常に高い。高、はい。<laughs> うん。ねえ。 ねこの、安易に知ったかぶりはできないですよ。難しいですよ。だから、ま、あの、知恵をつけていくと、いいことがある。楽しいですよ、やっぱり。うん。で、こう、残してくれたものを、やっぱこう、眺めて、自分と照らし合わせて、生きていけるっていうことは、とても、ま、楽しいですよ。うん。やっぱり、こう、昔は、に、実は自分と似たような考えを持ってた人が、そうだね。いたんだな、なんてね、ことを、すごい、 曖昧にね、自分が持ってる、あこのかっこいいって感じ、俺、好きなんだよな、っていうのが、なんかこう、あこの人たちがやってたムーブメントなんだ。根拠になるよね。根拠になるね。うん。裏打ちができるというか。それはね、もう本当全部に繋がってくる。その新しいものもいいですが、古いものもいいですよ、っていう話ですが。はい。 じゃあ、まあ、あのー、メンバー、それぞれの話ということで、まずは、ドラムス、オーケーから、ね、紹介したいとなとしあな,あなたよ。ね。えー、ご存知ない方も、ね、今、本当に、今、チャンネルを回した人からしたら、全くの、情報ゼロうん、うん。はい。という状況ですが、はい、我々は、サチモスというバンドで、<laughs> えー、ドラムス、オーケーと、DJ のケイシーは、兄弟ということで、<laughs> 今日は兄弟と、私、ボーカル4寸でのお二人ですが、<laughs> えー、オーケーさん。はい。音楽の原体験 あなたと音楽とのそのロマンチックで愛に溢れる出会いのきっかけは <laughs> ねえなんだろうな小学校の時にこう、うん、ん幼稚園かまあマーチングじゃないですけど小敵隊みたいなのに入ってたりとかあとなんかこう沖縄民謡のこう琉球のね太鼓を叩いてやるんつ<お>うんだろうエイザーみたいなので叩いたりとか して、まあ、対抗は、その時はまあ、完全に自意識はないんですけど、なんか叩たた、まあ、たたいてたんですよ。まあ、そういう親しみをがあったっていうことですね。そうですね。で、まあ、中学校ぐらいの時、うん、あまあ、ね、うちにトツカ君、とつかくん、まあ、タイキングくんっていうギタリストがいるんですけど、はいはい、まあ、彼とは幼稚園の入園日に、なぜか出会ったんですね。出会ってしまったんです。もう人生のほぼ全ての時間を共有しているそこだね。はいはい、で、 まあ彼がね、中学校の時に、まあ僕本当はサッカー部かバスケ部入ろうかなと思ってたんですけど、なぜか美術部と吹奏楽部に入るって言い出してたんですね。<laughs> <あー S 1> で、その前ぐらいから、まあ彼とね、某楽器店に行って、まあ電子ドラムみたいなものをこう叩くに行くのがこう日課になってました、はい。その遊びだった。遊びで。はい、で、そういうのもあったし、まあ、 どっかで会うこともあるかもしんないよねっていう感じで僕も吹奏楽部に入、うん、ああそっか大会とかでそうそうそう会たそう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 とうそうそいいうそ、んまあ、うそ、ね、うそ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 いそう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 そンそう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 はいはいはい、はい まあ方角で言ったらやっぱ宇多田ヒカルさんとか、ね、ドリームスカムトゥルとか、まあそういう、まあ、うん、c a r d i とか、まあそういうのが好きだったんで、なんか。割とこう、ディスコチックな、そうだね。まあうちの親たちの世代はみんなそんな感じだと思うんだけど。90だからね。なんか 90s のもうレディオミュージックですよね。そうだね、レディオミュージックだよな、やっぱ。いい時代や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 。 羨ましいわあったかい思い出あるもんねちっちゃい頃のねお母さんとでまあお母さんがこうセレクトしたものとかを最初聴いてるうちにはいでそうですねでまあ結局最近聴いてる音楽もそういうの中に入ってるものがあったりとかしてやっぱ子どもの頃に受けたなんとなくいい感じっていうかグッドフィーリングみたいなものがね残ってるんじゃないですかね あそっか。で、ね、あの、ま、サチモスというバンドが、はい。一応こう、OK、ケントが声掛けをしてくれて、こう、今のサチモスというバンドという形に、が始まった。でそうだね。だからまあやっぱ、リーダー。店長。店長。店長。まあ。キャプテン。そう、そうなんですかまあでもなんかね、こう、ほら、 ドラムってさ、結局伴奏楽器だし、みんなで音出してなんぼのパートナーなわけじゃないですか。だからまあ、だし、まあ僕、結構こう、モータースポーツとかね、こう、みんなで力を、役職は違うにせよ、みんなで同じ方向を向いて、ものを作って、それで何か、分かんないですけど、勝つみたいなね、なんかそういう、まあみんなで何かやるっていうのが好きなんですよね、うんで 結局、なのなね、ただ遊んでいただけですけど、うん、<laughs> <laughs> 俺らみたいなのが集まって、まあなんかね、こんだけ共通するもんがあるんだったら、これはなんか一緒に作ろうよっていう感じで、ね、サチモス始めたよね、うん。そうだねだからもう、本当、ケントは、曲、バンドの発起人であると同時に、バンドの、なんだろうね、やっぱ、マインドの一つというか、マインドをけ引する一つ。 でもあるし、こう、楽曲を作るとか、あの、スタジオに入っている中での、こう、いろんな司会進行って言ったら変だけど、いろんなアイデアを出してくれたりとか、楽曲制作の部分でもとても、重大な役割を担ってくれている。あの、社長。社長で。持ち上げすぎやないかお前ら。なんも出へんぞ。我々なんか、平メンバーですので。何言ってんすかひもです。ケントのひもですよ。俺、アナさんやで。曲行きましょうか。 まあ僕がセレクトしました。うん、えっと、まあさっきからずっと話した、はい、ビートルズなんですけどね。うん、この曲は、こうまた音楽的にもそうなんですけど、うん、こういろいろテクノロジー面とか、まあいろんなことも加わりまして、うん、またね、こう新たなね、音楽のレベルに、俺はなんか到達した一曲なのかなと思ってるんですけど。うんうん、いや本当にそう思います。ね、それじゃビートルズで、はい、ティモローネバ w n e v いいてトゥモローネバーノーズでした。はい。はい。うん。うん、これはですね、あの、リボルバー。うん。あの、まあ、そのビートルズが、 あの私の知ってるビートルズじゃなくなっちゃったっていう時期のビートルズクリーンなビートルズを知ってた人は <laughs> あ<ー>まあ、うん、多分ビートルズ的には騙された過去にあるっ <laughs> そうんですけど1個前のねラバーソウルあたりでちょっと怪しいく <laughs> 怪しい予感を漂わせ始めジャケットがちょっといつもと違う<笑><笑>なんかちょっと債家、うん、なねあのモチーフのジャケットにラバーソウルからなって。うんうんうん で、でも、まだギリギリなんかドライブマイカーとか、そういうようなね、<laughs> ねちょっとこう、色っぽいこととか言ってくれてたのに、急に、あの、明日のことはわかりませんって言ってくる。人生の混沌とした部分はいきなりリリックとかでもね。あ,うんうんうん、あんなに私のこと口説いてくれてたビートルズが、急にそっぽ向いてきた。<laughs> <laughs> その、そのまあ、ある意味、そういう意味でも、そのビートルズの変革の象徴だし、うんうん サイケデリックロックのある意味俺は金字塔的な作品の一枚なんかこう俺「トゥモローネバーノーズは今でこそ実験的なサウンドっていうのをさそれぞれバンドの個性で作るわけじゃんそれのなんかこう曲のピッチを変えたり例えばこうフィルターをかけたりそういうののなんかこう実験的なサウンドのこうなんかポップスで起こる初めての挑戦作だったんじゃないかな当時はこうミックス ってあるんですけどその録音した後に、うん、それであんまりこう音楽をいじりすぎるのは多分よくないタブーみたいなのが暗黙の了解であったのをまあ打ち破ってこう、うん、もう本当音程を変えちゃったりとかまあそのある音源を逆再生してそれを入れてみたりとかね、うん、そういう新しい試みをやっちゃったーっていう感じの曲ですわまあね、はい、この辺の話とかもちょっと掘り下げるとまあ7 0年代とかコースになっちゃうんではい はいじゃあというわけでサチモンスメンバー紹介続いては DJKC のね紹介をしていこうかなと思いますけどそんな DJKC ことドラムーロ系大原健人の弟でもある大原海輝さんこの流れあの何やろ何やろ音楽どうでした音楽どうたしなんでました 幼き頃幼き頃はやっぱり素振り素振りをしててそれだよ「フォンフォン」っていう「フォン」っていう鳴る音が「ミ」だったから E マイナー好きになったってところから始まったかなすっげえ話だなイガグリカイちゃんイガグリカイちゃんすっげえ話だなえそうですねケイシーはね野球をそうね野球をずっとやっててね でも結俺結構音楽を、しっかり、こう、うん、このベースがかっこいいとか、うん、このビートがかっこいい、このギターのリフがかっこいいって思い始めたのは、中 3?、うん、はいはいはい,はい、はいうん。中3の頃、それまでなんかこう、流れてくる音楽を聴いてたから。ああそうだよね。うん、俺も本当に、そうだし。うん、だからまあ意外と俺らは、割とその中学生自分ぐらいまでは、その流行歌をね、普通に家でかかっている。うん、皆さんと一緒ですよ。 そうだね。テレビで流れてる曲とか。そうそう。ちっちゃい頃からレコードでグったりして、レオさんの美しいあれはないですね。なんかそうだね。音楽のこう、原体験として初めてアンテナが立つ時みたいなのがあるからね。俺ちゃんみどくイだったね、やっぱり。はいはいはい。リターンオブザ・スペース・カウボーイをアルバムで聴き始めて、スチュアート・ゼンダーのベースにかっけえってなって、 ベース弾きてってところから音楽が始まりましたね、これは。れは、あれだよね、早田。ベースの早田、そうだね、早田がこう、大阪に郵送してきたところから始まったから。で、大器もギターを送ってきて、ようで一人でこう、弾いてたら弾けるようになってた。そうね、あの、ま、中学時代ぐらいから、弟的なね、本当にみんなの弟的なバイブスだったわけでしょ、当時は。俺はまだその、 世界戦に到達しなかったから。まあだから、パラデルで。そうそうそう。高校の時とか、わちゃわちゃ、ね、だから、よ、早田とか、大器とかと、やってたバンドの客席に会器がいるみたいな。坊主やんみたいな。大阪に。実家にありますね、まあ野球留学をしている時代がありまして、大器そうそうそう。そうそう。で、そっかそっか。じゃあ、向こうで音楽、 やり音楽に触れてう本当にギターもいきなり触り始めてっていう流れがあったんだよねでこうそっから帰ってきてっていうそっからもうそっからもうてんやわんやんよこっちはもうこっちはもう音楽やるゆうって帰ってきたわけやからなもうだからもうある意味原体験ときっかけがほぼ一緒パターンで一緒パターン一緒パターンででまあそんなケーシーは 本当に、バンド内における、ある意味、一番ディレクター的な立ち位置で、こうバンドを見てくれているというか、その、ここにこういう音があるといい、とかっていうことを、すごい、直感的でもあり、分析もしつつ、その的確なサウンドとか、効果的なこうう音色をもたらして、曲の雰囲気を、 こういろいろと変化をつけたり、スパイスを与えたり、っていうことをしてくれるんですが。つまみくんですね。つまみ。つ、お、おつまみ。つまみ、つまみ。うん。そうなんですか。つまみです。イカなんですか。いかなんですか。ね、社長とつまみの兄弟。じゃ、お前はビールか。一口目のね。まあ、いいや。で、まあ、どうですか、最近。 みの方はやっぱそのまあドライブするのが趣味だから音楽聴きながらどっか行って飯食って風呂でも入って帰ってきてグランツーリスもですねああ帰っても車のやつってんだねずっと運転してます趣味ってね意外と難しいんですよね難しいなでもまあやっぱ俺らは温泉今日の好きだよねそうだねみんなまあ温泉行ってまあ 古着屋行ったして、夜が集まって、っていう感じですだから本当にやること変わってないんだね。変わってないね。そうだね。でこれ以上何がいるのよ。本当だよね。わかんない幸せよ。幸せよ、こっちはもう十分幸せよ。大変、大変。楽しくやってんだよね、本当。悪いけど。はい。じゃあ、じゃあ、じゃあ、曲いきますじゃあ、じゃじゃあ、びっくり ゲイリー・クラック・ジュニアプラス、えー、ジャンキー XL でカム「ComeTogether」聴<ら>、えー、いていただいた曲は「ゲイリー・クラック・ジュニア」「ジャンキー XL」エクセルでカム「ComeTogether」でした。はい 俺こそだからもう、16th meets now.2070 やね。ン0 7 0やね。いや、ですよ。そうだと、まカムトゲザーは69年、まあもうザ69年、アビーロードの1曲目。でまあ、俺の中では69年といえばカムトゲザーになっちゃうまあそれのこう、ゲイリー・クラクジュニア、まあブルースのこう、 正当後継者ですね、今で言っとあのそうね、コテッとした、本当に古き良きブルースを今やっている若い人っていう感じですけど。ルーツを感じるギタリストで、それがこう、カバーするという結構激圧な。この、ジャンキ XL って何の人はプロデューサーだと思うね。なんか、その、今回のカムトゥゲザーは、皆さん、映画の予告とか、ジャスティスリーグの予告、あれになってるから聞いたことあると思うんだけど、 ロックとブルーズとさ、2 0二0点年代のエレクトロミュージックのその融合みたいな、やっぱ音楽やってる人だとそこが敏感にちょっとなるんですけど、それのこう、カムツゲザーって、ゲイリー・クラーク・ジュニアがそれ、うん、ジャンキー XL とそのミックスをやってくるっていうところに俺はかなりこう、今を感じたっていうか、熱いなみたいな。そカバー やっっててきたっていうのは俺的にこうゲイリー・グラグジュニアがしかもビートルズのカバーをやってきたっていうところにまずちょっとびっくりしたんですけどなんかそれがこういわゆる本当映画音楽的な仕上がり、うんうん、その映画館の大音響で聞くともうぶっ飛ぶっていう、うん、しかもこう割と最近の人たちが楽しめる割と、うん、SF チックなファンタジー映画のこうドーンって感じにマッチ完全にマッチする形で、うんうんうん ね、リミックスされててるっていう2017年のモディファイドされた最新の感性でこう手掛けられた「カム・トゥ・ゲザー」を聴けるっていう意味ですごく意義深いカバーだなと思いましたけどマイケルとかマイケル・ジャクソンとかも「カム・トゥ・ゲザー」をカバーしてたりね「カムうう、うん・トゥ・ゲザー」は結構みこう、ね、いろんなジャムとかでも。 カバー曲の良さ今みんなさオリジナル史上主義になってますけどカバーの良さっていうのはその時代とかそのコミュニティでのトレンドが聞けるんですよある意味物差しになるんでそういう意味でカバーをね紐解いていくのも面白いんじゃないかなと思いますがはいじゃあ最後は四須君のまず音楽原体験ですかどんな感じだったんですか僕は 生まれた時生まれた瞬間からも歌ってたらしくてそうなすごいいきなりもう産声より先にどんな感じだった ?We are the champion を歌ってたらしくてそタイプじゃねえだで初めて買った曲は MISIA4 枚目の KissInTheSky っていう本をね姉がいるんですけど11個離れただから僕が その物心つき始めたぐらいにドンピシャミーシャはまってたので姉がだからその新婦を買ってこいとしかも俺の金ですごいんだよねだから推しが強い姉なのでそういうことをご入ってくるっていう文化人だよねっていうかんかこういろいろなね各地の名産というそういうすごいドーパのね作り物とかを焼き物とかね好きなんだよ ならどっかね、ツアーとかで、例えば僕が金沢行った時には、くたに焼きっていう、多分有名なんですけどね。くたに焼き、すごい可愛い豆皿とかあるから。あんたちょっと、サルの本番前ちょっと行ってきて。で、ヨンスがちょっと旅立つみたいな。ちょっとオーダー入ったわ。ワイドオジェダイからのオーダー そういうお使いとかをさせる姉なんですけど、うん、その初期のお,お使いですね。うん <laughs> うん、ミーシャの新婦を買ってこい,てい。<laughs> はいはい、しかも自前でっていう。ねえ、でもミーシャに関しては、だってヨンス今もずっと好きだもんね、うん。もう本ん大大大尊敬しているシンガーの一人ですし、うんうん、あの、だそれを、そのミーシャのアルバムとかをこう家で聴いて、うんうん、姉貴が歌って、 姉貴はもう姉貴はマジで毎日歌ってるんですよ本当に今も歌ってる家でピアノ弾いて適当にめっさうるさいやんめっさうるさいうるさい本当にでそれにこう俺も一緒にこう歌ったりとかして適当に歌え歌詞とかわかんないけど歌ったりとかしてたっていうのが本当原体験かなっていうような気がしてるんですけどなるほどだからきっかけってなるとまたちょっと話違ってきちゃってそっからまあ中学生ぐらいの時にあのベックね 漫画ののとかハロルド作一そう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 僕が僕が父とあめる人物なんですけどあれはまあでも読んだねさすがにある意味だから本当厨房とかをさ一番焚きつけてきたじゃああの漫画がなんかもうバンドやりたみたいなそれがきっかけでおじさん親戚のおじさんに話してみたらギターをくれてでまあそっから本当ギター を弾くようになってっていうところだった、うんで、だから僕も結局中学2年ぐらいでしたね。うんうん、ちゃんと音楽、音楽そのものにちゃんと興味を持ち始めたというか。歌うのだけがね、ちっちゃい頃は好きだったんですけど。うんうんうん、ヨンスはね、サチモスの中ではね、ビール。なんだろうね、でもこう、一番ね、こう、熱いんだけど、うん、うん 落ち着けがましさがないというかね。本当自然ですね、ヨンス君は。なんか、ああ、なるほどね。こう、テレ、こう、ラジオで喋ってる感じと、こう、日常の感じが、あんま変わんないよね。ああ、まあでもみんなそうだよね。基本的にね。うん。こう、適当です。だから、ね、こう、 ずっと一緒にいるけど、うん、やっぱりこう、なんて言うんだろう、声をね、自分の中から発せられるものをこう、綺麗な楽器として扱えてるっていうのはすげえ、う羨ましいなと思うし、まあもちろんもう四巣の声がないとサチモスにはならないんでね、その、じゃビールか。ービールか。ビールだな。<laughs> <laughs> とりあえず、うん 一回クッと言っとかないと、この回始まんないっしょみたいな、<laughs> <laughs> <laughs> ところがあるっていう意味で見るルですかね。うん、か結局歌声ってさ、<laughs> こう、好きか嫌いかなだけだと思うんですよ。別にいいとか悪いとかはなくて、上手、うん、いとか下手もぶっちゃけなくて、その声を聞いて、好きと思うか嫌い、なんかこう、ああ、俺はいいかなって思うかなだけだから、だからある意味、そのバンドのサウンドの中で、一番こう、意見が分かれる、うん、 うん、楽器だと思うんだよね、歌が。うん、どっちでもよく、どうでもよくないというかさ。うんうん、変えられるもんじゃないしね。変えるってなったらもう違うバンドを聴かないといけないっていう話になるからさ。<laughs> いやだから、この声が無理ってなったら。うん、大変だと思うんだよ。んなんかこうね、ね俺らも本当その時の時のあれによっておお、こうね、いろいろ作りたい音楽の幅が変わってくるわけだから、それにこう、なんて言うんだろう,う、ある意味自分の、 音色いや、工夫でこう、順、こう、ね、こう。ああ、そういうことか。こう、なかなかこう、難しいじゃないうん。触れ幅が広すぎて。どうキャッチしていくのか。まあでもそういうのが、四素はできるからね。うん。まあなんかね、やっぱこう、みんながさ、ある意味各楽器のリスペクトしてる、例えばケンズだったらドラマーがいっぱいいるとか、楽器やったらもともとこう、ベースやったり、ギターもやったり、 で、今は DJ プレイをするしっていう中で、本当にいろんなプレイヤーへのリスペクトと、プレイスタイルへの影響があるわけじゃん。うんうん、なんか俺はやっぱりこういろんな歌い手がすげえ好きな歌い手がいっぱいいる上に、それぞれの歌い手の声がもう全然違う声だから、なんかでもこう一回はそういう歌い方をしてみたいっていうのがあるから、だからある意味サチモスで作ってる曲っていうのは、 こういう歌い方のお礼もやりたい。うんうん。とか。そうだね。そうそう。こういう歌い方もしたかったんだ。ありがとう。みたいな。だからね、こう、なんて言うんだろう。ワンツアー終わるとさ、こう、今回はこの見せ方について、割と自分の中でこう、仕上がってきた感があるから、次こっち行ってみる。みたいな。こうね、いろいろ切り替わりが。そうなんだよ衣替えがあるんですね。面白いよね。その、一個のトレンドが、ツアーが終わると、一緒にトレンドも一個終わって、それメンバーそれぞれ、 でもそうだし6人それぞれもそうだしバンドとしても次のトレンドに向かってじゃあ次のツアー俺はこういう歌い方の曲をもっと幅広い表現で歌えるんだろうとか研さんをやっぱ積む時間とそれをアウトプットするツアーっていう時間軸2つが1年の中にあるのですごいだから創作の刺激にもなるし自分たち自身がすごくいいですよ ね、はい、それではじゃあじゃあじゃ曲紹介ですかね、うん、はいあのー、まあクリームのナンバーです、はい、あのー、6十年代はい クラプトン、エリク・クラプトン。ク・クラプトン。出ました。ジャック・ブルース。えジンジャー・ベイカー。トリオって、いやかっこいいよね。6人編成のサチモスもまた違ったからの面白さもちろんあるんですよ。で、4人、4ピースもまたかっこいい。それ独自のかっこよさ、5人もあるし。だからやっぱこう、人数に応じたかっこよさがあるんですけど、なんか3人って。まあ最小限だよね。でもこう、全員やばいからね。全員やばい。全員やばい。 やばくなないいいとと3人はちょっっ成り立たないっていう,うん、うん、後にこうクリームを解散してからもう全員すごかったっていうバンドの3人が集約されてますから <laughs> 60年代にぶちかましたうん、うん、トリオということでねもうとてもとても大好きなグループなんですが聴、はいはい、いてもらいましょう「クリームでホワイトルーム」 いいたただ曲は「クリームでホワイトルーム」でしたははいもうレジェンドレジェンドうんレジェンドというわけで11月のサウンドクリエイターズファイルはサチモスが担当していますもう番組も終盤ということで俺たちのナンバー聴いていただきましょうこの曲どうでいや好きだねこの曲は最近しかもライブなんかでね かなり一番ラフにそうだねお客さんとのバイブス交換が本当楽しくやれる曲ですね一つは中もいい曲だねあと歌詞とかも歌手結構これ的にはかなり反骨なマインドを封じ込めることができたいい曲まあそのコまあ俺たちは全員喫煙者なんですね喫煙所に がでも苦手なんですよね。そうだね。狭くて、なんか。なんか暗いもんね、ちょっとね、雰囲気動物園の動物の気持ちになっちゃうというか、はい、はい、みたいな。こう、事実、喫煙所にいる喫煙者の人たち結構、世話しない。うん、まあ、そうみんななんかイライラして、こう、時計とかチラチラ見たりとか、下向いてる。なんかこう、仕事電話とかをしながら、こう、スパ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 スって、なんかあんまタバコが欲しくなさそうな。ん、うんですよ。で、なんかこう、そういう、 そうせざるを得なくなってしまっていることとか、うん、世の中への同調圧力とか、うん、そういうものへのこうアンチテーゼを込めたナンバーでございます。うんうん、素晴らしい。はい。じゃあ聞いてもらいましょう。うん、サチモスで、タバコ。 聴いていただいた曲はサチモスでタバコでした。イグッドチューン。はいあもうっといですね。サチモスがお送りしてきました。サウンドクリエイターズファイルお別れの時間が近づいてきました。いかがでしたか？いや楽しかったね。なんかこういいね年代別にこう分れて自分たちが思ってたことをこうねこう見てそうだね。あとまあその何知らないこともやっぱいっぱいあるわけや。各年代 全然自分たちをフォローしきれてない部でそれはリアルタイムの人たちにとってもきっとそうだったと思うしやっぱこうねシナトラとか好きな人たちはさビートルズがいきなり出てきた時とかはさあっみちょっとこう怪げな顔したと思うんだよなんかこう品性のねみたいな下品なガチャガチャしたやつら来ちゃったよみたいなあんな髪伸ばしてみたいなでなんかある意味これらもそういうふうに受け取られて もさきっとあるわけじゃないそうじゃないかつてのものを愛してきてる人んかそういう人たちにもこうね刺さるようにやっぱ楽曲をんかいろんな人が親しめるような曲をやったかっこいいなって俺たちは思うしそうだねだから変な固定概念を持たずそうそうそうだからお互い目配せしないで音楽だけをたしなめたらいいよねっていうんかさやっぱ一番アイリピースじゃない だからね、そんな感じで、あのー、どっか、ねまあのピース,スで。なんか、こんな感じの放送をしてみましたけど、なんか、あの、ヘラヘラした若者だなって思ったかもしれませんけど、<laughs> 意外と俺たちやってることはすごいんだぞと。<laughs> <laughs> <laughs> 意外と気骨のある若者たちだぞっていうことをね、うん、あの、少しこの放送で、あの、わかってもらえたのかなと思います。はい。 というわけで、えー、この番組ではですね、えー、あなた今お聞きのあなたからのおハガキとメールをお待ちしていますおハガキの宛先は郵便番号 1508001NHKFM サウンドクリエイターズファイルサチモスの係まで、えー、メールが送れるホームページのアドレスは NHK.jp スラッシュ SCF ですツイッターもありますアカウントは nhk.jp アンダーバーバ SCF ぜひぜひチェックしてみてくださいとい,いうわけで、えー、次回、えー、放送は、えー、70年代のカルチャー60年代今回続いて70年代のカルチャーがテーマとなっております、はいえー、メンバーは私ヨンス、えー、オーケー KC 今回と同じ組み合わせでのお届けとなります、はい、ということで、うん、サウンドクリエイターズファイルお送りしたのはサチモスのボーカルヨンストと DJ のケイシーでしたまた来週じゃあうね